はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして LINE ブーム TikTok でさんご参加くださった全国の皆さんも本当にありがとうございました。さあ、それではここでですね、何人かにお話を伺っていきたいと思います。まずはじゃあなえなの本日いかがでしたか。はい、何もう一回お願いします本日超10代2024東京、はい、いかがでしたか。いや、今年もこんなに元気いっぱいのお客さんが集まってくれてとっても嬉しい気持ちです。楽しかったです。はい、なえなのもありがとうございましたさあ、どんどん聞いてまいりましょう。続いてネオちゃん、ネオネオ、はい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 、本日の超10代もうね何回も出てると思いますけど、いかがでしたか。はい、いや、もうすごく盛り上がってました。やっぱり超10代ならではのこの盛り上がりはここしかないなと思ったので、はい、やっぱ超10代最強だなと思いました。ありがとうございました。はい、ネオありがとうございました。さあ、続いて誰にしようかな。金子美優、金子美優ちょっと私、あ、じゃあやめるか。はい、やめてください。やめよう。じゃあ言いますか。お願いします。本当に皆さん来てくれてありがとうございました。配信見てくれた皆さんもたくさんコメントで盛り上げてくれてすごく楽しかったです。うん、来年もまた出たいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。金子美優ちゃんもありがとうございましたさあ、続いて桜庭さん、本日ね初ランウェイではありましたけども、桜庭ちゃん誰かにマイクもらって出てください、はい、さあ、改めて本日の超10代2024いかがでしたか。すごい緊張していたんですけど、本当に本当に楽しくて、また来年も出れたらいいなと思います。お願いします。はい、ありがとうございました。さあ、じゃあ続いて内山さん、私、うん、今年は超10代チャンネルメンバーでステージ立ったのが嬉しかったので、また来年も立たせていただけるように頑張ります。ありがとうございました。はい、内山さんありがとうございましたさあ、じゃあラストは、水戸優奈はいはい、すごいとってもすいません、ドキリですか。ドキリじゃない、ドキリじゃない自分がドキドキは分かるけど、ドキリではない、はい、すごい去年と引き続いて楽しく過ごさせていただいて、すごい充実した一日になりました。みんな楽しんでもらえましたか。イエーイよかったです。ありがとうございました。はい、水戸優奈もありがとうございました。さあ、それではですね、寂しいですがお別れの時間となります。いちいちでかさあ、それではよろしいですか、締めは皆さんにお願いしたいと思います。待てよお前ら、ね、何してんの、ごめんなさい、何で反発や、何してんの、しっかりして、来年代々木だかんね。はい、いいですか。はい、ということで本当に今日はありがとうございました。最後にまたゆなちゃんが、はい、せーのって言ってくれるので、はい、みんなで最初のように超10代と言って締めましょう。はい、そして動画を見てくださっている方コメント で今みんな会場に来てくれてるみんなは日本中に届くぐらいの大きい声で超10代って言ってください。言ってください。はい、今日は本当にもうめちゃくちゃ楽しくて、うん、本当にたくさんの応援をもらったので本当にありがとうございます。いやー、来年の10周年もまた来てください。そして最後は今日一番の笑顔で声でぜひよろしくお願いします。はい一番でかい一番いました。超えてください、ロイ君を行かせていただきます。はい、行くよ。じゃあ皆さん心の準備はよろしいでしょうか。はい、行きますせーの、じゃあ十回
皆さん、本日は本当にありがとうございました。これにて超重大ウルトラティーンズフェス2024東京すべてのコンテンツが終了いたしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。逆にね、はい、皆さん今日一日本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。